してたんだよ、これで。な？よし。今日の勉強します。今日の勉強は最初にちょっと順番この前間違えてね、あれ散るっていうのおじいさんで。じゃあいくよ、クイズ。ここにこんな形があります。これは何でしょう？はい、はい、丸山さん1じゃない、B、はい、B、B、なんだ、4でした。もう当てなさい、こんなのは。これは何でしょうか？はい、じゃあみんな言ってみろ。8あっちじゃありません。メガネでした。メガネだよ、これは。じゃあこれ何ですか？はい。じゃあみんな言ってみろ。5。なんだこれは？5。5でした。じゃあこれは何ですか？7。正解。そこで問題。パッと見てね。あ、かっこいいね、これ。でもちょっと今日は。やめるか、あっち。電気でね、電気で。電気でピカチュウってやるの？じゃあこれは何でしょうか？はい、53。53です。53でしたね。じゃあこれは何ですか？64。何？64じゃないよこれ、49。じゃあこれは何ですか？これね、見る練習しといた方がいいよね。最近パソコンでね、パスワード入れるときにね、こういうの多いんだよ。これ何？これ24。これは80。じゃあ問題。赤い袋の中には丸が 1,2,3,4,5,6,7 個入ってます。黄色の袋の中には6個入ってます。6、はい、合わせていくつ？はいはい、みんな言ってみろ。13。ちょっと難しいか。こっちの袋には 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個入ってます。こっちの袋には 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個入ってます。合わせていくつ？みんな言ってみろ。こっちの袋には6です。こっちの袋には7です。合わせていくつ？はい、はい、丸でやった方がいい。数字でやった方が分かりやすい。数字、数字分かりやすいな。いくつ？13だな。ちょっと僕1年生でごめんよ。こっちに10個で、こっちに9個、合わせていくつ？19か。まあ今日は数の勉強の日じゃないんだけど、じゃあこっち飛ばそう。いいな。じゃあ声出してよ。1、2っていくよ。3、はい、1、2、3。いい声してる、勝田君。それから勉強始まったばっかなんだからさ、もう少し背中伸ばせよ、お前たち。いや、回ってる人いいよ。1、2、3、3、はい、1、2、3。1、2、3、4、3、はい、1、2、3、4。三角、三角、三角、三角じゃないよ。これ三角形って言うんだよ。違うよ、なんか変だもん。変じゃなくても、確かにちょっと変だ。このとんがったところがいくつあるかで形って決まるんだから。三角形だよ、それ。そう、幼稚園まではね、三角って言いましたけど、小学生からは顔を引いて、いいか？そして三角形じゃない？三角形。三角形。松山さん、声聞こえないよ。三角形、三角形。そうでしょ、三角、三角形、三角、三角形。じゃあ今度これ数えるよ。3、はい、1、2、3、4。ちゃんと見てる？3、はい、1、2、3、4。四角、四角形、四角、四角形。じゃあ三角にはこのとんがったところのことをね、なんていうかというとね、頂点かな。頂点、中点じゃないの、頂点。頂点、いいご視聴。あんたこの手を強く、頂点、頂点。先生にもっとつば飛ばしていいから、頂点、頂点。やったわね。今日ね、さっきね、あったのパワーアップ装置が、それがこれでね、パワーアップすればね、おめえたち全員ね、ググジュグジュって丸めてポイッと捨ててやるから。いいよ、いいよ、いいか。じゃあ、いいよ、やるからな。いいよ、うん、もっとやって。もっとやるか。もっとやるか。うん、やって。もっと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 もせえな、もっとパンツか。
よし、頂点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 、もっと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 、みんなさ、もっと抜いて、もっと抜いて、これ以上抜いたら先生あの世行っちゃう。やめて、早くして、もっと抜くの？もっと抜いて、もっともっと抜いちゃうの？もっと抜いて、いなしたい、もっと抜いて、もっと、もうこれ、ダメだね、早く抜いて、いやです、いやだ、抜いて、じゃあ声出してね、頂点、頂点、はい、頂点、おバカさんが間違えてね、これを口に入れちゃったの。そしたらね、もっとおバカさんがいてね、これをお腹にやったの。そう。そしたらね、ポリッて出たの。出たの。若い女性がお腹出すの。でもパワーアップしないと子供たちに勉強教えられないから。頂点、よし、もう分かった。頂点はいくつ？3つ。三角三角形、三角三角形。じゃあ頂点数えるよ。1、2、3、4、3、はい、1、2、3、4。頂点はいくつ？4つ。四角四角形、四角四角形。頂点はいくつ？5つ。3、はい、1、2、3、4、5。五角五角形、五角五角形。じゃあ加藤亮さん、はい、1、2、3、4、5。六角六角形、六角六角形、六角六角形。じゃあクイズです。ここに1、2、3、4、5、6とあります。つなぐと何ていう字になるでしょう？はい、何？はい、手洗い方悪い。一回手洗い練習するよ。1、2の3。はい、はい、おお、きれい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 じゃない。じゃあいくよ、1、2の3。まあ、全部さん綺麗、それでいこう。いいな、じゃあ見てなよ。1、1、4、5、3、はい、1、2、3、4、5、6。できる数字は6、8、3、2の字どれでしょう？はい、丸山さん、2、OK。 じゃあ今度これいくよ、3、はい、1、2、3、4。あ、待って、これ四角ここか、間違えた。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。できる数字は何でしょう？はい、はい、コーラ君、え、6。正解。じゃあいくよ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7。できる数字は何でしょう？いや、いや、いやじゃない、はい、いやじゃない、はい、はい、はい、え、はい、はい、勝ったね、はい、3角から1、2、3、4、5、 OK。 じゃあ今度これいくよ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7。何でしょう？はい、みんな来ろ、8。じゃあ今度よく聞いてやってください。同じ色をつなぐと何という字になるでしょう？同じ色同士、はい、これはもうみんな言ってみない、同じ色同士あるでしょう。緑と緑、黄色と黄色、青と青と青をつなぐと、はい、はい、はい、岡崎さん、木、木でしたね。第2問よく見てなさいよ。そうだよ。同じ色をつなぐと何という字になるでしょう？はい、はい、マシーさん、そうです。同じ色をつなぐと何という字になるでしょう？はい、みんな、みんな言ってみろ。け、け、わかる？これ松山さん、け、け、け、なるのよ。ちょっとちょっと形がね、か、あの、かくばってますが、じゃあこれは同じ色をつなぐと何なんでしょう？はい、みんな言ってみろ。 CC。 ここにヒントあったのよ、 ACK。 そ、じゃあ角を数える練習をします。背中伸ばしてください。お行儀でいこう。今日は先生、空気、これはね、ここやっちゃダメ、あ、この辺でいいのね。ウィン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 、ね、空気しぼめて
しまいじゃん。またじいちゃんになっちゃうじゃない。いいよ、早く。じいちゃんになっちゃっていいの？そう、バカじじいになる。この前ね、面白いんだよな。先週ね、これをね、線がないったからさ、先生じいちゃんになったじゃん。ね？反対だと思う。これをね、反対に被るんだって。これをね、反対に被るんだ。これがね、消したんだ。あ、なんじゃお前は。さあ、それ被ったの一回も見てない。見てない。見せてないもん、僕だって恥ずかしいから。見た気がする、なんか。なんか見た気がする。私はじいちゃんでね、あんたも将来じいちゃんになるのよ。楽しみにしてみなさい。あんたもじいちゃん。あんたばあちゃん。私は？あんたばあちゃんだよ。あんたばばあだよ。え、じゃあ林ひろしは？おめえもばばあだ。林ひろしは？林ひろしは現役のじじいじゃねえか。ネズミ？ネズミ？ネズミだよ。ネズミじゃないよ、じじいだもん。あんたみんなババアでしょうが、未来の。やめられるな、ジジイだよ。なこと言っちゃダメなんて役立ってんだから。それか色男、それか色男、何を役立てたネズミ。じゃあ角を数えるよ。色男、色男だと。あ、並びちゃった。じゃあいくよ、3、はい、ちゃんとゲーム今日やることになってて、これちゃんとこれお返しあるからさ。は？あの後で。え、まだ分からない。いや、だからあのいらない。いい答えをくれた人にはこれあげるから、約束するから。いらない。絶対。本当だよ。じゃあ、はい、最初から。大丈夫、お前なんかまあ、最初からまあファウルだよ、そんなのは。全然して間違ってるじゃん、まあ。いらない。はい、そう、3、はい、1、2、3、4、5、6。誰だ、引いてた人は。これで押し叩いてやる。ちゃんと見てるわ、そんなこと言わないはずだもん。行くぞ、3、はい、1、2、3、4、5、6。パンツにうんちがついてるし、間違えていいよ。3、はい、1、2、3、4、5、6。バレたか。僕ね、パンツにうんちついてる。内緒よ。やだ、やだ。お母さんに言う、住民に言う、お母さんに言う、警察。お父さんとおじいちゃんとおばあちゃんに。パンツにうんちがついてたらどうして警察に言うんだ？え、逮捕されるんだ。なんで？え、それがお母さんについてるから。住民、大人についてるから。大人だってみんなついてるよ。あ、何してんの？俺の住民に言っちゃうよ。バカじゃん、ネズミ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。ついてる。はい、ついてる。笑い虫はついてない。3、はい、1、2、3、4、5。ついてる。笑い虫、あの人パンツのうんちがついてるんだって。笑い虫、パンツさん、買いパンツあった。あ、そう。3、はい、1、2、3、4、5、6。ありますよ、買いパンツあるって。誰、あのね、斉藤さんがね、なんか今日パンツつくんちつけてきてね、どうしようねんだ、あの子。じゃあ今日の勉強、今日の勉強はね、名前がについてます。ちょっと覚えてください。対角線。対角線、ちょっとね、難しい名前だけどね、10回言えば覚えるから。対角線、対角線。じゃあ10回言うよ。3、はい、対角線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 。じゃあ10回早い競争です。先生が早いか、もちろん早いですよ。君たちが早いか、もちろん遅いですね。じゃあ行きますよ。10回言うんだぞ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よーい、ドン。対角線、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 対角線。先生の勝ちだ、まあら。先生の勝ちだ。終わった。本当？本当に？ごまかしたでしょ。ちゃんと10回言ったか？うん。
意識したでしょ。やった。じゃあもう一回ぐらい10回位置についてよーいどん。対角線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 勝った。じゃあ君に魔法を見せてあげよう。ご褒美に。ここに出てるのは、まあ丸山さんがの大きくなった時の顔です。ところがこれを息を吹っかける。ところが、ほら。あれ？え？ほら。あ、分かった。ほら。分かった。分かってない。分かった。わかったわかったわかったはい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 何が入るのはいはい何が入るのあと何がはいなのわかったわかったこれわかった今丸山さんがねはい入ってたからじゃあ行くよ1、2、3、4、3はい1、2、3、4、5 はい線は何本ある？4本。このね、この四角形見ててよ。この四角形にね、この頂点から頂点に線を1本引っ張るでしょ。で、この頂点から頂点に線引っ張るの。それでこの線のことを、対角測定じゃなくて対角線。そう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 、ありがとう。対角線っていうんだよ。対角測定。よく覚えててくれたね。僕すぐ忘れちゃうよ。この線のことを体重測定じゃなくて。何だって対角線僕さっき対角線って教えたうん対角線教えたこと忘れちゃったんだもんな危ないな知らないもんあんた知らない僕も知らないよ対角線蝶々何先生蝶々なんだ赤ちゃん赤ちゃんじゃなくて老人なのはいいかこれから幼稚園1年生幼稚園2年生になるだろその次妖怪語学校1年生妖怪語学校2年生妖怪語学校3年生妖怪語学校4年生妖怪語学校5年生かそうなると5年生の次が卒業式なのえ6年生6年生ないのえ妖怪語学校は5年生まであって5年生終わるとどうなるかというと中学式天国へ行くのよおえなんで、うん、命なくなるのなくなるのえ入学じゃあ BW もさ殺されるそうだよ妖怪語学校5年生になったらもう BW なくなっちゃうよあんた天国で BW で開いてくるおう天国でもやってるからおいでよいいか天国行くと三途の川っていう川があるからでその橋渡って3本目の角を右回ってよそこの角にちゃんと BW 天国語教室っていうのあるからおなか言って BW 天国語教室じゃあ道あまっすぐ三途の川渡って3本目左に回るのいいでもさ、天国って暗いよ三種の川綺麗な川だよ天国って暗いよいや、明るいんだよ、綺麗だもんあれさ、暗いのは地獄の方だよ三種の川で、ちょっと歩いて左に回って、そこにまっすぐ行くと BW って書いてある絶対書いておく、書いておくじゃあ、約束だから今 BW って人は優先的に入れてあげるからわかったじゃあ、そこで払わなくてもさじゃあ、お金払わなくてもさ、ただで入れる天国ねどうしたの地獄はね天国でお金使うのかしらううん、使わない使わないよく知らないんだよまだ行ったことないからこれから地獄が実はたくさん使うんだよ天国ってのはお金使うのかね使わない天国は使わないよだって、ね、地獄はねお金いっぱい使うんだよで地獄なら楽しいじゃないでなんでだってさ地獄の方がお金使って遊べるもんなエンマ大王がいるよ怖いのエンマ大王さ、うん、怖いのかあいつ下の階よしエンマ大王と戦ってやる僕は強いんだよあれ刀は誰か持ててやってるまあいいやじゃあいいなもう一つさ対角線対角線対角線は何本あるんですか対角線何本ある2本対角線は何本ある2本よしじゃあ次の問題ここに点がいくつあるか数えましょう。3、はい。1、2、3、4、5。大丈夫、受けたやつは。3、はい。1、2、3、4、5。なんでこの次なんでなんなの？アコさん、ビニールの袋あった？
今日はね、まあ春一番だから斉藤さんにね、特別にね、あのカイパンツ作ってあげるから。いやだ、いらない。 BW のカイパンツ、ふざけてばっかりいるからさ、あいつにカイパンツ、あの1枚作ってあげて、履かしてあげる。いや、いいよ。あれで、あれ BW のカイパンツよ、はい。いいかな。は？ハサミある？それで。え、自分で、自分が履けばいいじゃん。いやいや、斉藤さんだこれ。え、違うよ。いや、は斉藤さんだよ。違うよ。本当は履かせわけがないんでしょ。見たことある？いや、これ見たことないよ、この教室。まだそんな不純なことを聞いたことないよ。特に1年生がいるから。これね、普通は、ね、林博士がね、パンツ履いてるやつ。これ、いろいろ物入れるのよ、これね。ところが、BW は簡単なの。ここのところで、この端っこを、ね。確かに見たことあるなんか。切るの、ここ。あんたのお姉さんも履いたことあるよ。え？で、こっちもこう切るわけ。ね、床屋さんみたいな感じで。そうすると、足がこう通るわけ。え、ちょっと大きすぎ。大きくない方がいい。L サイズ。で、あとオスかメスか。どっちだ。あ、男か女か。女。女の人はいいの。だから、誰か入ってみたらしてる、これ。嫌だ。男の人はここに、あの、もうちょっとこう、穴開けとかなきゃいけないのね。え、開けてあげて。だってさ、あれ、おしっこすると困るじゃん。おちんちん。出すの。おちんちん出すの。あんた、そういうものまで興味持ってない。先生、ちょうだいちょうだいちょうだい。で、これを、こうやって履くのよ。あ、すっげー履いちゃった。じゃない、履いない、じゃない。あんた欲しいの？じゃあこれ、お家持ってって内緒で履きなよ。いいね、BW のカイパンツ。本当に欲しいのこれ。じゃあ履いてみな、ちょっと。う、うんって。うん。履くの？じゃあやってごらん。あんた、羞恥心っていうものはないのかね。ちょっとこれさ、引っかかる。うん、じゃあ。なくて、そっか。もうやめときな、やっぱりこれ。え、嘘だ。じゃあ僕や履いてほしいの、高田君、あんたでいいよ。は？なんで？え、履いてみな。は？あんた履く？やってみて。よし、いいな。騒いだり、ふざけたり、変な声出したら、このパンツ、お尻がかゆいということだから。かゆいということは、うんちがついてるということだから。うんちがついてるということは、みんなに迷惑をかけるから、このパンツに書いてあるから。斉藤さん、わかったね。先生、何じゃろ。こんなの持って帰ったら先生クビになっちゃうわ。さあ、はい、1、2、3、4、5。ちょうだい。ちょうだいなんて書いてない。さあ、はい、1、2、3、4、5。ちょっと待って、松井さんの声来ない。さあ、はい、1、2、3、4、5。ぶわって出したの気持ちいいから、分かった。おなら出すな。だけど生まれるんだけどな。さあ、はい、1、2、3、4、5。五角形。五角形。五角形には対角線は何本引けるかっていうんですけども。三本。三本ばかりじゃないね、これ。一本、二本で引いていくわけ。三本。そして、こうやって全部対角線なんですよ、これ。対角線、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 対角線。さあ、何本あるでしょう、これ。はい。はい。はい。わかるか、四本だと思う人。はい。5本だと思う人。はい。はい。6本だと思う人。これ5本か？うん、5本。5本なの。じゃあ問題。四角形があります。ね、欲しいって言ってる。何を？パンツだって。うんちゃん、手としてあげるよ。じゃあ、おつで作るわ。そんなにダメなら。内緒でこっそり作んなよ。こんなのあんた、お父さん、何しゃあぞ、こんなパンツ入って。それともう一つ大事なこと、 BW でそんなこと教えたの言わないでよ。え、言ってよ。じゃあ、郵便にさ、言ってもいい？言っちゃいかん。郵便に言うや。まあ、問題があるんだな、この司教。じゃあ、ここには対角線は何本ありますか、教えてくれる人。はい、はい。みんな言ってみろ。2本。2本。ここには対角線は何本あるでしょうか。5本。1、2、3、4、5本。さあ、問題。ここに六角形があります。じゃあ皆さん、鉛筆を出してください。あくさん、みんなに紙を1枚ずつ、大きいのでも小さいのでも結構ですけどね。鉛筆カット。鉛筆を使います。はい、どうやって出せた。六角形でしょ。六角形の時はね、頂点はいくつあるの、これ。6個。1、2、3、4、5、6個あるんだよな。
しようかな。先生、カラフルな鉛筆でもいい？え？カラフルで、カラフル鉛筆でもいい？それいいですよ、何でもいいですよ。じゃあカラフル。じゃあ、皆さんね、見せてカラフル鉛筆。やっぱりこれ。カラフル鉛筆どれ？見せて。じゃあ問題、これはね、だけど雨やみ賞だよ、当てたら、いいね先生、おう図とか書いてていい？いや、図を書くんだけど、当てたら雨やみ賞で、家族の数だけ雨あげるから。は？左いじめしていいだろう。そんなのすごい。左いじめ、それから、それ配り終わったらさ、椅子は、机を5センチのやつみんなあげてあげて。みんな背高くなったな、おい。後からできる。じゃあ皆さん、その白い紙にね、点をね、まず6つ書いてください。1、2、3、4、5、6個書いてください。先生、その中でじゃなくてさ、あのここのさ、やったら書く？じゃあ、まだ待ってて、まだ待っててよ。今まず6個書いたら、6個書いたら、そうしたらそれをつないでください。そうすると六角六角形ができます。ねえ、これ絶対すぎるから。いいです。いい、さあつないだ。じゃあつないでみてください。ドレミファソラシドレミファソラシドレでもそういう声練習しかなくちゃいけないよ。今流行ってる歌歌えないのよ、この高い。Every night I see you, I feel you. 知ってるこの歌。書きました。6個、6個書いた？いや、1回書けばいいの、お嬢様。はい、そして線で繋いでください、こうやって。変なだ。繋いだ？さあ、そこでこれからアメアメ賞問題の問題を皆さんに教えます。さあ、そこで問題。この六角形がありますが、この頂点から頂点に引っ張った線のことを何て言いましたか？頂点。対角線。何？対角線。何だって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 ？対角線。そうだ。その対角線は全部で何本引けるか、ちょっとだけ見せてあげるから。これだけ引けます。もう見せない。では対角線が何本引けるか調べてください。よーい、スタート。はいはい、分かった。まだ1つあげないよ、ハコさん。これみんなに配って、もう一回書いていい？変なの。何でも書いて調べていいよ。答えが紙上げるから。裏で書いていい？裏でもいいですよ。それは皆さん自分で調べてくださいよ。やっぱちょっと失敗してきた。まあ、失敗したらまた初めからやればいい。ああ、間違えたね。そんな大きな丸にするもんじゃん、それ。小さい丸にしないと。あこさん。できた。さあ、全部で対角線は何本引けるでしょうかっていうのが今日のアメアメ小問題です。答えをその小さい折り紙に書いて、名前も書いてください。どこに答えって書けるの？その白い紙、小さい紙、ね、名前書いて答えを。もう一回見せようか。ヒントだよ。6個の点があります。いい？そして対角線を引きました。そうするとこういうふうに引けるのです。見たか見たか、数えない。嫌だな。わかった。もう分かったの？分かった人は名前と数を書いてください。何本とか、何本って書けばいいな。そして自分の名前を書けばいいです。書けた。もう一回見せるか？いい、もういい。書けたから。もういいの？いっぱい書けるよ、これ。もう一回見せるか、松山さん、見ててよ。対角線、これ2本ね。で、四角形は2本。五角形は、1、2、3、4、5本引けたのね。問題は六角形なの。でも六角形はね、ぐんと増えてね、
こんなにたくさん弾けます。間違えちゃった。こんなにたくさん弾けます。見た？もう見せない。もう分かっちゃった。間違えちゃった。またやりますよ。また書けばいい。バつけて直せばいい。もっとバつけて直していいよ。手をかぶせとこう。誰か当たるかな。絶対当たると思う。自信ある。自信ある。自信はこの方がいいよ。合ってると思う。絶対に合ってるね。絶対合ってる。絶対なる。絶対。もういいかい。もういいよ。もういいよ。まだよ。もういいよ。じゃあもう一度ヒント見せるよ。ヒントはこれだけ弾けます。たくさん弾けるんだよ。見た？見た？見た？光太くん見てみろ。こんだけ弾けるんだぞ。見たか？もう見せない。分かった。それじゃあ数を書いて名前を書いてください。もう書きました。書きました。じゃあアッコ先生に渡してください。いい？いい？はい、じゃあもらいます。絶対わかる。勝ってるよね。わかる。もう当たった。わかるかこれ。はい。難しいぞ。全然難しくないのね。どれ？強めしてもらったら分かった。え？バツつければいい。バツつけてね。バツつけて直せばいい。松井さん、消さなくてもいい。新しいことはバツつけて書いてくる。分かるからね。いいよ、書いて。では、正解を発表しましょう。松井さんが今書いてくれますので、何本って書けばいいんだよ。ではまず答えを発表しましょう。いい？はい、はい、答えは六角形の時はこれだけ弾けるんです。たくさんでしょ。まず赤いのが1本2本3本、今度緑が4本5本6本、それから黄色が7本8本、そして黒いのが9本弾けるんです。答えは9でした。では合ってる人の名前を発表します。はい。7足のゴンベだって六角形だらが6本ってことないんだよ。それはおいしい。今日の正解者は残念ながらいませんでした。じゃあそこで問題。黄色見えなかった。7四角長方形言ってごらん。7四角長方形に私は対角線を引きました。この対角線の長さは同じでしょうか違うでしょうか。同じ。この長さは同じなんですよ。これ同じなんですよ。いいよ、あれもらえない。ね、緑の線と赤い線は同じです。で、この間がね、これ直角かどうかってことなの。覚えてる？直角のあれ。直角、直角、テレビの角は直角、直角ってのはね、まあ難しいけどね、まあこれやめとくか。な。よし。そこで、最近あの人どうして泣いてたの？帰るの嫌だって言ってたの。誰？女の子、かわいそう。じゃあこれ。同じ幼稚園だ。なんでわんな名前出さないの。見ててよ。この形覚えてる人いる？これ。はい、覚えてる。はい、覚えてるでしょこれ。はい。ちょっと臭いよ、名前なの。平行四辺形言ったな、名前は。ふん。あのね、平国四辺形っていう覚え方。平国、平を国く、平国って言わられる。平を国くして四辺形。平行四辺形って言うの。平を国くして、平を国くして、この平行四辺形にね、対角線を置いてみるから。ここは赤いとこ置くでしょ、置くでしょ、ほらこうなるわけね。ところがね、これね、次の形にも使えるの。これなんて形？これなんて形？これ菱形。菱形、菱形もね、これで使えるんだよ。見ててごらん。不思議なんだな、これ。ほら、菱形とね、
ひし形もこうでしょ。わかる。だってひし形と平行四辺形ね、向き変えるとね、同じだもん。そうなの、仲間なのね、これ。それじゃあ今度ね、ここにあるのがね、長四角長方形なのね。で、これにね、対角線置いてみるよ。いい？松井さん見ててよ。あ、ちょっと長くなった。ちょっと青と青、そう。今度同じ長さなの、この対角線の長さが。ほら、長四角長方形でしょ。さあ、これを対角線が使えるのがもう一つある。なんて形だろう。さあ、考えてみて。ヒントはね、これをずっとまっすぐにするわけ。はい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 。まじまか。正解。みんな手叩いてあげてよ。今の答えはいい答えだった。アメアメ賞だな、あれ。じゃあ行くぞ。じゃない。いいか。あんたじゃないのよ。まじまくんだぞ。その通り。これね、長方形の対角線なんだけどね、そのままね、今度は正方形の対角線にもなるんです。ほら、なってないじゃん。なるよ。なってないじゃん。正方形の対角線なってるでしょ。なってない。ちょっと歪んでるっていうか、なんかここなんかなってるよ。こうやっていいだろな。お前ら子供なんだからさ、先生こうやってなったんだろ、ちゃんとそうなってるよねって言ったら、もうちょっと感動的にね、ああ先生の言う通りですわ、先生って素晴らしいわ、そういうふうに言いなさい。かっこいい。かっこよくない。先生かっこいい。ゼルおじいさん。ブス。ゼルおじいさん。ブスだ。ブスだぞ。先生の心は傷がつく。よし、もうボロボロだよ、先生の心は。オッケー。ここにこんな対角線があります。頂点をつなぐと何という形になるでしょうか。はいはい。マリマさん。ただの四角じゃないのよ。はい、はい、ここにこういう対角線あるでしょ。松山さん、四角形でももっと綺麗な四角形ってことをね、はい、なんとかって言うんだよ。なんとかなんとか、ま、はい、まがつく、ま、ま。岡崎さん、真四角。真四角正方形、正解。真四角正方形、ほら、真四角正方形。では問題。あ、これはちょっとアメアメ賞だな。誰に？いい？よし。第2問。対角線がこういう風になってます。そこで問題。この頂点をつなぐと、松山さん見てよ。この頂点をつなぐと、何という形になるでしょうか。はいはいはい。勝田君。ひし形。丸山さん。うんち？長四角じゃない。実はひし形でした。アメアメ賞。ひし形だね。じゃあ問題、また次の問題だぞ。ここに対角線が2本あります。頂点をつなぐと何という形になるでしょう。長さは同じです。はい、長さは同じです。はい。頂点をつなぐと何という形になるでしょう。はい。はい。高田君。正方形。はい、他に。はい。はい。手挙げてくれないの、あんた。松山さん、もう一回。真四角じゃない。はい。岡崎さん。長四角。正解、長四角長方形です。アメアメ賞だな、今日は。あなたもう2個もらったの？うん。じゃあ次、ここに対角線が2本あります。長さは同じで、ここは直角、あ、直角じゃないんだ、長さ違うんだ、これ。はい。長さは違って、ここが直角でもないんだな、これ。ごめんなさい。よくカードで見にくかったもんですが、これ、はい、繋いだらなんて形になるの、これは。はい、はい、じゃあみんな行ってみろ。平行四辺形。何？平行四辺形。覚えちゃう、覚えちゃう。平行四辺形、行ってみろ。平行四辺形。平行四辺形。平行四辺形。平行じゃないぞ。平行四辺形。平行四辺形。今これだけ
あの人臭いもんで。ねえ、アメヤメ賞ちょうだい。じゃあもう一つ、じゃあアメヤメ賞。いい？今度はね、7つあるの。1、2、3、4、5、6。これも紙に書くの？そう、裏にやってみてごらん。これはね、ものすごくたくさん出てる。7個？7個。見てよ。まず、1、2、3、4、5、6、7つ丸書いてごらん。裏使ってみよう。あ、裏。裏使った方がいいんじゃない？あ、わかんない。裏がない。7つ書いて、あこさん、あの、こうたくん裏がないって言うから、もう一枚紙あげて。ない。あなたもないの。じゃあ、斉藤さんもないって言うから、紙一枚あげて。そう、それでつないでください。できるだけ大きく書いた方がよく分かりやすいよ。なら大きく書く。あの頂点を大きく書くんじゃなくて、この形を大きく書いた方がいい。こう？7つ書いてみてごらん。こう？そう、それでいいよ。7つ書いたら線でつないでみて。見えない。よし、線でつなぐ。これはもう答えだけ言うからな。みー、時間ないから。線でつなぐ。これはちょっと難しいな。こう。先生、できたんですか？ね？できた。7つ書いた？そしたら対角線を引っ張ってごらん。引いてごらん。何本引けるか調べて。は？英語じゃダイアゴナルって言いますね。How many diagonal lines can you draw? Can you draw? たぶんね、たくさん書けるんですよ、これ。わかんなくなっちゃった。また次の前で、そう、何回もそれね、わかんなくなったらまたやり直せばいい。わかった。棒人間みたいになった。棒人間。棒人間みたい。ね、紙。棒人間がわかった。裏がある。裏に何？もうね、わかった。わかったの？今日紙は今、あの後で手挙げて言ってもらうから。斉藤さんいくつになったの？10。10？ じゃあ覚えておいてよ。僕はまだ答えがない。でもヒントあげようか。わー、できた。10じゃないの。10じゃないの。ちょっとできた。じゃあもう一回やろう。もう一回やった。裏にやってみてから。バレバレ。まず7つ丸か小さく1、2、ね、これってさ、アメアメショ最高。今日勉強最後のあのあれだもん。あの飾ってゲームだ。で、これで当たった人はさ、ねえ、ヒント見せて。家族の分だけあげる。ヒント、待って。じゃあまたいっぱい引いてごらん、こうやって。1、2、3、4。一つはね、一つの点を決めたらね、まず引けるだけ引いていくのよ、こうして。うん。そうしないとね、うまくいかないよ。バラバラなあちこちやると分かんなくなってくるぞ。ああ、これ分かんない。あなたいくつになった？ 13。あなたは？12。他に？先生、分からなくなってきた。じゃあまたやりなさい。またやりなさい。チャレンジしなさい。諦めちゃダメよ。我らが目的は成功することではない。失敗にめげず前に進むことである。スティーブンソン。もういいの？まだ。今ね、出てきた答えはね、12と13と、他にどうかな、まだ。もういいかい？もう
まだだよ。まだだよ。これかくれんぼじゃないよ。12という答えがまた出てきました。めちゃくちゃになった。あなたも12になった。これ12が多いですね。いや13。多分こういう場合はね、答えが多い方が合ってるんだよな。数え12。ごちゃごちゃになったらもう一回やった方がいいぞ。12、絶対12。カッタ君いくつだったよ。わかんない、数えてる。もうわかんない、ぐちゃぐちゃ。またやろうぜ。7って言うと大変なんだよ。けどちょっと時間がかかる。やめとこう。やめちゃダメよ、お前。諦めちゃダメよ。いい方法があるもん。けど時間がかかる。分かった。いくつ？7。7本バカじゃない。7本バカじゃない。もっとたくさん弾ける。おいくつ？13。じゃあもういいか。じゃあ正解発表するぞ。はい。じゃあ順番聞いていくからな。はい、大体、はい、松山さんいくつ？あ、やばい。12。はい、山崎くん。前島くん。13。はい、高田くん。13。おい、勝田くんは？10。12。12。丸山さんは？12。みんな12言ってるんだ。あなたは？あ、11だった。正解は、実は14なの。14本弾けるんですよ、これ。14です。もしこれ14で分からなかったら、押してまた悩んでみてください。じゃあ今日のレッスンおしまい。